私の、次男、グレーゾーンっていう、健常の子と障害を持っている子供さんの間、ちょうど間ぐらいの、グレーゾーンって言われてるんですけど、先が見えないじゃないですか。子育て、診断面を受けたとか、ちょっと他の子と違うな、うん、っていう思っているお母さん方いると思うんですけど、発達検査は受けておいた方がいいと思います。子供さんに特化した精神科の方に行って診断名をもらっておくべきだと思いますね。それをもらったからって言ってその持って歩くわけじゃないしで、もし手帳を聞いてみないと言われません。基本やっぱりナイーブな話になってきますので、手帳どうですかなんて向こうからは来ません。なので手帳とかってもしかして対象になりますかっていうふうに親の方から聞いていかないと、そういう話には一切なりません。なのでもう明らかにクラスで浮いている子で、もしかしてそうなんじゃないかなとか、親の自分が子供の頃から行きにくかったな、クラスの中で浮いてたなっていう身に覚えがあるお母さん多いと思うんですね。性格っていう風に思って育ててる親御さんも多いと思うんですけど、普通に入れている行かせていることが正しいのか、それはちょっと私も分かりません。やっぱり子供のその障害の度合いによって不得意としていることが得意なことでカバーできちゃう子供っているんですね。そのものすごくズバ抜けてスポーツができるから、少々勉強できなくてもスポーツ推薦ですぐすぐ行って大学まで出ちゃったっていう人もいるし、本当にスポーツが点でダメなんだけどお勉強だけがものすごく暗記することが得意で、でその勉強だけですぐすぐ行っちゃって、じゃあ大学すごくいいところ出て就職しますってなった時に、ちょっと一般企業で働くのはしんどいかなっていう人とかいますよね。なのでそこは一概には言えません。本人が得意なところで働ける環境を勝ち取ることができればいいと思うんです平たく言っちゃうとね。そういうことを勝ち取れるほど長けてない子はものすごく辛い思いをしながら学校に今も通っている子が多いかもしれないっていうことは確かです。で、我が家の場合はどちらかというとちょっと自閉傾向が多少あったので、私はちょっと自閉じゃないかなとは思ったんですけど、病院の方に連れて行ったら、まあものすごく根が気まじめなのでそこで大丈夫だよって、この子は大きくなっても大丈夫だよっていう言葉をもらってものすごく安心したっていうのはありました。親にはなりましたが、そういうこの子育てのスペシャリストというか、そういうことは学んでないですよね。親になった時点でそういう専門の人に任せた方がいいんじゃないかなって思ったんです。はい。そういうことばっかり勉強してきて学校の先生になった先生がどうですかっていうふうに言ってるんだから、私はもう支援学級に入れようっていうその時にすぐ思いました。話が全然逸れてるねもっと詳しく事業所の方の説明をしたいなと思いまして、一般就労とかもね、はい、得意なことって必ずありますよね。手先がものすごく器用だとか、学校を一日も休まずに行くんですとか、あとそうですね、なんかものすごく記憶力がよくって、で言われたことはきっちりできますとかっていう、そういう得意なところを伸ばして、でそこから一般就労の方を目指すっていうやり方の方が私はいいんじゃないかなと思うんです。成長がね、まあ普通の子だとこういう感じなんだけど、こういう感じなんですね、成長がねここまではいけないよ、ここまではいけないんだけど、こう緩やかなんです成長がね。なんでその子にいきなり一般を目指して頑張らせるっていうのはちょっと無理があるかなっていうのは私思いました。 B 型事業所だからなんかちょっと劣等感を抱いちゃうわっていう親御さんがいるかもしれないね。そういうグレーゾーンのクラスに入っている子で
あの子一般修道行ったんだってよとか A 型だってよっていうのに、うちの子だけ B 型でちょっとって思われるお母さんもいると思うんですけど、全く一切そういうことは気にしないでいいと思います。一般修道に無理して入ったとしてやめちゃいますよね。いやだっつってもう行けない。 B 型事業所に一回落ちないといけないんです。こう段階で言うとね、 B 型事業所 A 型事業所一般修道っていう風にこう階段型になってるんですね。で卒業して一般修道入っちゃって、いやだやめたいって なった時に、やめますよね。はい、やめましたって なった時に B 型から始めないとダメなんです。 B、A、一般つって、ね、そのことを知らない人が多い。なんで知らないかっていうと、聞かれないから。で、なんで聞かれないかっていうと、知らないからなんですね。B 型事業所っていうところを学校の先生はあまり勧めません。できれば A 型一般を目指してもらいたいですっていうね、多分ね、内心とかがあるんでしょうね。なんかね、そういうね、自分のね、そういうあれがいろいろあると思う。なので、A と一般をこう目指させるんですけど、B から始めるっていうのもいいんじゃないかなって私は思います。B 型事業所って言っても、一括りで B 型事業所っていうイメージをつけると、割と軽作業の簡単な作業で短時間で、で、ね、割と障害が重いお子さんばっかりが行くっていうイメージがありますよね。でも実は事業所で働けるっていうのは割とね、すごいことなんです。で、毎日仕事に行けるっていうのは、実はね、障害を持っている子供さんにとってはすごいことをやってのけてるんですよね。で、その B 型事業所って言っても、知的障害がある子供さんと、精神障害者向けの事業所がありまして、で、精神障害の方が強い事業所さんだと、割とね、結構、高度なことやれちゃうんですよね。高度なことができるんですが、毎日仕事に行けないとか、毎日こうきちんとした時間に起きれないとかっていう、やっぱちょっとそういう障害がある子どもさんが行く B 型事業所から始めて、毎日コツコツ、時間にお仕事を決められたことをやりましょうっていうことができるようになれば A 型にすぐ上がれるので、 B 型から始めるっていうのもありじゃないかなと思います。で、 A 型事業所さんはもう結構あるんですけど、いろいろ内容が様々です。お菓子作りをずっとしてるようなところから、農作業を重点的にやっている事業者さんもあるし、あとこう工場系のちょっと軽作業みたいなことをやっている事業者さんもあります。結構面白いなと思ったのは、クラッチさんっていうところがあって、そこはバイクがものすごく好きな人におすすめ。なんて言うのかな、バイクの部品とか本当に好きな人ってすごい古いバイク乗ったりしてるじゃないですか。自分で分解して組み立ててとかっていう、そのパーツがなくなっちゃったりとか、もう廃盤になったとかっていうパーツがありますよね。で、それを正規のお店に行ってもない場合があるじゃないですか。そういう古いパーツみたいなのをこう綺麗にこう分解して清掃して、で、壊れてるところはこうちょっと直して、で、そういうのをネットで販売しているっていうところがあるんですよ。で、そういうところにそのバイクが好きな子が行くとね、水を得た魚のようにめちゃくちゃ頑張れる。やっぱり向き不向きがあって、その部品、汚れた部品を灯油で洗うんですよね。なので、そういう、灯油の油の匂いがダメだわっていう人もやっぱりいます。なんで、やっぱ行ってみないとわかんない。行った1日目に油の匂いにやられて、もうですっていうこともあります。なんで、本当にね、事前に行ってみるべきで、調べてみましょう、皆さんね。でね、メーカーさんのところの、障害者雇用で働くことだってできるかもしれないし、なんでね、一応ね、切り開くのは、学校の先生や子供任せにしててはダメだと思います。親もね、やっぱり一緒になって動いていかないといけないと思う
ですよね。で、一人でね行くのはね、やっぱちょっとハードル高いわ私って、言ってね、お友達とかと一緒に行くっていうのもありかなって、事前にね電話して、ちゃんとね電話してアポを取ってね、行くことは必要ですが、行ってみてみるっていうことを電話するとね、意外と、あ、いいですよ、どうぞどうぞ見てくださいっていうふうに言われます。なので行って、ほほうほほうつって親だけがね行ってみるっていうのもありかもしれない。その子供の得意不得意をよく分かっているのは親なので、というか一般就労において何を求められるかっていうのは、まず毎日仕事に来れるかどうか、これがね一番で、2番目は、へこたれない子割とね、そういうお勉強をちゃんとしてくださって、こういう風にマイルドにこう喋ってやってくださる方ばかりではないんですよね。やっぱ普通に正社員さんでずっと働いてる、普通でこうやってこられてる方は、できなかったら結構強い口調で喋っちゃったりとか、割とこうそういう風に言われて、あーっつってへこたれちゃう子、ね、ずっと支援学級で優しく、ね、顔の鳥で育ってきているのになんかガッと怒られると、はーんってへこんじゃう子いるんですね。なのでへこたれない子で、3番目にコミュニケーション力が多少なりともできる子、コミュニケーションですね。なんでそこがちょっと難しいと、一般っていうのはいきなり入るのはしんどいかなっていう気はします。企業側からして障害者を雇わないといけないっていう法律になっているので、何人か以上ある大きい企業は何割かね、障害者の子を雇わないとダメなんですね。だから定着させたい、でここで頑張れる子をよそに生かしたくないっていうのがあるので、結構取り合いです、まあまあできる子なんで、どうですか、いい子いないですかねみたいな感じなことは、進学校の先生とその企業さんのそういうやり取りみたいなのがあると思いますね。結構頑張れそうな子はすぐにそこにどうですかっつって話がポンって来るんですけど、話が来ない子はやっぱりどこかができない、その3つのうちのどこかがちょっとしんどいなっていう子が話が来ないっていうことはあるんじゃないかな。無理してね行くことはないと思う、一般に。で、やめたことも恥ではない、これを言いたい。一般に行ってたけどちょっと辛くなってやめちゃいましたとか、ね、ちょっと私には合ってなかったわとかって言ってやめちゃった子たくさんいると思います。でもそのやめたことを恥じることはないと思います。やめたからって言って自分がもうダメだとかつってならなくていいんじゃないかな。どっかで必要としてくれてるところは必ずあるし、ただ今それを見つけることができないだけなので、似たような気持ちになってやめている子はたくさんいます。なんで自分は劣っているとか、もうねダメだわっつって部屋に閉じこもっちゃってる子とかいると思うんですけど、少しね体が動くようになれば気持ちも変わってきます。で仕事をね毎日そりゃ行ける子はあれですけど、行けない子がいますよね。仕事がやっぱり行けない、しんどい、辛いってなった場合にそういう福祉の力を借りるっていうのは日本のね国に生まれて大きいこと言いますよ日本の国に生まれて福祉を使わないっていう人は、ね、生まれてから死んでいくまでに全く私福祉 の, そういう手助けを借りませんでしたっていう人はいませんいませんから、どんどん使ってもいいと思います。ね、でそれを必要な時に使う、で必要じゃなくなったら必要じゃなくなったんでっていう風にできるんですから、
必要な時は使いましょうっていうことを言いたい。なんか分かりにくいかな。分かってくれた？響いてる？福祉っていうことは老人だけじゃないんですよとかあとこう難病指定された人とか福祉っていう風にこう想像するとそこだけになっちゃうんですけど、じゃなくて、いいんです、困ってる時に使うものなんですから、困ってる時に使いましょうっていう話を今してます。でもね、 B 型行って自信をつけるっていうことも必要だと思いますね。ですぐいっぱい行けてた子なんだから、ね、一般とか A 型とか行けてた子 だったんだから、すぐ上がれます A とかどんってすぐやる気になればねなんでね、そのちょっと心をね穏やかにする期間と考えて、B 型事業所っていうところを使うっていうのもありかなっていうふうに私は思います。で、B 型事業所をずっと行くっていうのも、それはそれでありだと思いますね。なんかもう B 型事業所で、ある程度、もうきっちりね、やれるぜっていうふうになってから、A 型目指したり、一般目指したりっていうふうなことを、やるっていうこと、やっぱね、そういう風なことを一生懸命情報共有みたいな部分、こういうねことをしたらこの子はちょっともうちょっとこう安定するんじゃないかなとか、伸びしろがあるんじゃないかなとかっていうことをとにかくねディスカッションしているので、そこはね任せて見るのもありじゃないかな。同じぐらいの年の子ばっかりじゃないじゃないですか。ね。仕事となるとね。で、仕事は学校生活じゃないから、やっぱり、ぼーっとしてちゃダメなんですよね。何をしたらいいかわからないときは、聞く力っていうのも必要じゃないかなと思います。私これ終わったんですけど、次何やったらいいですかっていう、察する力がない子は、聞けるかどうかですよね。で、言えるかどうか、自分が今何をこう、ね、困っていることがあることを、その第三者、親とか以外に言えるかどうかっていう、そういう力も必要じゃないかな、就職するにあたってね。受け入れられない保護者が多い。で、グレーゾーンの、子供の親御さんは自分の子供がまだ未だに、普通の子と変わりないというふうに思っている親御さん多いです。出ているようであって受け入れきれてないんですよね。なんでちょっとね周りに流されちゃって、あの子はいっぱい行ったからとか、あの子はあそこいいとこ行ったからとかっていう情報をこう耳からどうしても入っちゃうじゃないですか。で、自分の子だけまだ決まってないとか、焦りますよね。で、決して焦らないであげてほしい。で、成長が緩やかなのに、いきなり、周りがざわざわし始めてから、親も子供も焦り始めて、で、高み目指しちゃって、入って、辛い思いするんだったら、私は B から A から始めるっていう